5月の12日、ちょっと外に用事あったんですけども、雨に降られた上にえらい蒸し暑いということでですね、なんとも、家の周辺まではアゴマスクで行ったんですけども、やっぱり人が多くなってくると、やっぱりなんかまだ マスクしてないとちょっとなんかまあダメなのかなとか思う感じですね。なんかね、昨日履歴書用に送った写真がですね、先方さんに届きまして、やっぱりああいった後ろの生活感のあるようなものは、あんまり覗かないで、映らないでほしいなっていうことで、先ほどですね、風呂場行って密室にしてですね、背景一色のところで撮ってきました。暑かった、暑かった。すごい汗かきなんですよ。だからいつもこのタオル首にかけてるっていうんで、これ冬でもかけます。さて、なんか気になったニュースとしては、そうですね、細田衆院議長のなんかフラッシュさんの記事なんですけども、給料月に100万円しかもらってないっていうんで、東京都内で開かれたパーティーで、細田衆院議長、過去78歳が国会議員の給料に当たる歳費について、発言したということで、一体いくら歳費をもらっていると思いますか？議長になってもね、毎月もらう歳費は100万円しかないっていうふうに言ったってんですけども、で公務員の給与体系なんで、いや分かってたはずじゃないっていうのが一つと、その後に、会社の社長は1億円必ずもらうんですよ、上場の会社はっていうふうに言うとるんですけど、口調は私の心情はこもってるんで、こんな憎まれるような口調で言ってるとはちょっと思わないんですが、それだったら他のコメントとかもそうですし、なんかひろゆきさんもなんか、ひろゆき、5チャンネルの創業者ですか、ひろゆきさんもなんか言ってるんですけども、起業すればいいじゃないっていうんで、そうですね、そういうんだったら別に会社の社長になって1億円もらえばいいじゃないっていうのがあるんですけども、大体はそんな感じなんですが、コメントとか見ても大体この発言を責める声が多いんですけど、なんか私は気になったのは野党議員の方々ですね。野党議員の方々がこの発言はとんでもないみたいなことを言うんですけど、じゃあそのお金が例えばその仕事に見合ってるものかどうかとか、見合ってないんだったら減らそうよっていう、そういった話になるのかなって言ったら、私はならないと思うんですよね。野党の人も権力闘争に使おうかなっていうんで、そういうふうに権力闘争の道具に使おうとしか思ってないんじゃないかなっていうのが、ちょっと私の見方なので、もともと私は人間不信なところがあるから、じゃあっていうんで、給料減らしたらなり手なくなるんじゃないのっていうのもありますしね。今天下国家のため、経世財民のためっていうふうに、人のためにっていうのを前面に押し出して働いてる人とか、そういった議員さんもそうは、議員さんはもうもちろんそうなんですけども、議員さん以外でも人の上に立つ人って結局は金のためにやってるっていうのは、それが第一の人が多いんじゃないかなっていうんで、それをうまく騙してる感じだろっていうふうに思ってるから、たまにこういうふうにポロッと本音が出ちゃう人に対して、給料とかそういうんじゃないんだっていうふうに言う人が、ちょっと私はその人が逆に信用できないっていう。じゃあ最低賃金で全部仕事やってくれよって言ったら、多分その人はその人の仕事にはつかないと思うんですよね、どうもね。
しかもこれ、都内で開かれたパーティーだからなっていう、多少心がすごいくつろいでるところで行っちゃったのかなっていうところもあるしなっていうんで、一皮むけばもう人間の本心こんなだろうっていう、自分の給料、いや、自分が何をこなしているかっていうのは別として、毎月もらう給料はこれしかもらってないんだよっていう人の方が多いような気がするんですけどね、私はねっていう。現に自分の給料を月給換算して、月給換算、日給換算、時給換算して、じゃあその仕事に対してあなたは会社にそれに見合った労働力を提供してますかっていうふうに言った時に、堂々と「はい、提供してます、当然私はこのお金をもらって当然なんです」って言い切れる人ってどれぐらいいるのかなとか、まあ考えちゃうんですよ、理屈バカはね。それ以外の、まあねっていう、まあね、この話題もあれだろうなっていう、国会議員のお金の使い道とかって年に何回か話題になるけど、結局野党議員の人たちとか同僚たちが本気で減らそうとかそういうのを考えてないから、75日後にはもう収まっちゃうんだろうなっていう。その前に元議員さんが新幹線の切符を横領か着服か分かんないですけどズルで取ってたっていうふうな事件が起きると、まあ継続的にこういった話題が出るんでしょうけど、そうじゃなければ、まあね、誰だって既得権益は手放したかないから、ないですわね、本当に。まあね、まあ嫌だったら、まあこういうふうな発言をする人にはまあ投票を入れないっていうのが唯一にして最大のまあ抵抗なんで、まあとりあえず選挙行くかっていう話かな。なんか政治について私今語った？恥ずかしいな。それでは、本日はこの辺で失礼いたします。